ということでですね、皆さんお疲れ様です。コウスケです。今回はですね、ホロライブ関連のねオリパをいくつか買ってきたんですけど、結果としてはね、ミナとアクアさん、アクタンですね、そちらのサインカードが出たということで、いや大勝利にね終わりました。はい、こちらになります。きたー、理解、ミナとアクアということで、アクタンのね、サインが当たったんですよ。はい、裏面もねこんな感じで、普通に倍数縛りですね。はい、近くから見ていくとこんな感じ、アクアとミナとアクアということで、うわすごいな、やっぱサインカードはいいっすね。で、ホロライブのサインカードって、バイスシュバルツホロライブのボリューム2を2箱開けた時に、姫森ルーナさんですね、うなたんが1枚サインで当たったんですけど、今回ね、オリパで当たったのはこのアクタンが初めてですね。いや、なので、実際出るかもわからなかったんですけど、いや、ついにね、来たかという感じでね、めちゃめちゃ嬉しいです。で、他のオリパもね、サインは出なかったんですけどね、地味にコーネとか、シオンちゃんとかね、そう、好きなホロメも出たのでね、この辺も結構嬉しいですね。はい、ということで、今回はホロライブ関連のオリパを買ってみた結果を見ていきました。また同じオリパの自販機とかね、ちょっと買ってみようかなと思うので、そちらもね、アップされたらぜひご覧いただけますと幸いです。ということで、この動画見た方は、いいねやコメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバーイ。